アルフォンソ一世とルクレツヤ・ボルジアの母ヒアルフォンソ一世、デステは、モデナ・レッジョ公、フェラーラ公。コンドティエーレ、カンブレー同盟戦争で活躍した、エルコレ一世デステと、ヒ・レオノーラ・ダラゴーナの長子。姉は、ルネサンスの花と歌われたイザベッラ、ベアトリーチェである。1505年に、皇位を継承した直後、実帝フェランテとイボテージューリオが、 アルフォンソ一世ともう一人の弟一方里と、数奇教に対して企んだ陰謀に直面した。1506年9月、不敬罪の容疑で二人を捕らえて、死刑を宣告したが、彼らを公主刑にするところを変え、終身刑とした。二人は、トンレディ、レオニの二つの独房に分けて遊兵された。フェランテは34年後に、独房弟子に、 ジューリオは53年もの幽閉の後斜面され、解放された。釈放後、ジューリオはフェラーラの街頭で時代遅れの衣服を嘲笑されたという。イタリア戦争においてアルフォンソ一世はカンブレー同盟側に着いた。ローマ教皇ユリウス二世によって司令官に命じられ、ポレセラの戦いでボローニャを獲得。しかし1五百十年にユリウス二世に破門され、 フェラーラを強行領にされた。その後は、ベネツィア共和国や強行庁の敵と戦い続け、1512年のラベンナの戦いでは、フランス軍に勝利をもたらす重要な役割を演じた。これらの海進撃は、ラジュリアと名付けられた巨大な大砲を含むフェラーラの兵器がもたらしたとされている。1526年、クレメンス7世から破門され、 ローマに遊兵されるが、これが、ローマ略奪のきっかけとなる。1530年、神聖ローマ皇帝カール5世と和解したクレメンス7世は、アルフォンソ1世の波紋を解き、モデナとレッジを与えた。父同様音楽のパトロンであり、アントワーヌ・ブリュメルやアドリアン・ビラールトを宮廷帝、招いた。1496年、美貌で知られたアンナ・マリーアス・フォルザと結婚。 同時期に、アネベアトリーチェは、ミラノコールドビーコスフォルザと結婚した。1497年にアンナはジョジを死産して、産塾死した。1501年、アレクサンデル6世の娘、ルクレツヤ・ボルジアと再婚。ルクレツヤは三度目の結婚であった。また、ラウラ・ディアンティとの間に諸子が二人いた。ありがとうございます。